宇治丸です。今日もね、金融のニュースとか仮想通貨のチャートとか見ていきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産増やしたい方はチャンネル登録お願いします。はい、今ね、仮想通貨、まあ下がっているんですが、その前にね、仮想通貨長者と言われるね、100万ドル以上を保有する個人がですね、世界に17万人以上になったということらしいです。これは前年比 95% 増ということなんですが、現物 ETF が牽引したということですね。はい。まあ今まで、ビットコインの億万長者とかもたくさんいたんですけど、まあ現物 ETF ができてから、まあ一般的なね、まあ証券市場でビットコイン間接的に買うことができるようになったので、まあその影響もあって、まあ、特にビットコインの ETF を使って、まあいわゆるね、日本語で言うと送り人ですよね。まあ 1.4 億円になるんだけど、今の為替だと100万ドルっていう、まあよく、まあミリオネアっていうね、英語で言われてる、まあ日本で言う送り人に該当する人がまあそれだけいるってことですね。だからまあビットコインってでも将来的には 1BTC1 億円は超えるって言われてますから、まあ今 1BTC 持ってる人は長期保有すればこれになれるっていうね可能性もあるので、まあビットコインは特にね夢があるなというふうには思いますね。まあ、今後も多分仮想通貨持ってるビリオネアの人って、あ、違う、ミリオネアですね。ミリオネアの人って多分ね、どんどん増えてくると思います。はい。あと、市場としては、大きく急落しました、ビットコインがね。せっかく6万4000ドルぐらいまで、26日の段階では行ってましたが、5万8000ドルまでね、6000ドルぐらい、今週は落とし込みましたね。はい。ポイントとしては、6万2000ドルのサポートを割り込んで、5万8000ドル近辺に急落したとなってますが、やっぱりビットコインがね、日足の移動平均線2つを上に抜けてきたあたりぐらいから、結構ロングのね、ポジションが増えてきたということで、そのロングのロスカット巻き込んで、売られすぎる水準まで、まあ一旦落ちてきたということですね。はい。で、市場は NVIDIA の決算待ち、28日の夜ですね、にありますので、一旦ちょっと市場が閑散になっている状態の中で、ビットコインが、まあこういうね、場面は苦手っていう書かれ方してます。これ苦手って何を表してるかっていうと、市場が閑散になってると、まあビットコインがなかなか上がらないんですよね。うん。で、株価が停滞してんだけど、その間にビットコイン下がってくるみたいなね。まあそういう意味で、閑散は苦手っていう書き方をしてるんだと思います。はい。あとは、金曜日、8月末ですので、オプションカットがありますね。で、それに、控えているっていうのもあって、まあ早めに手締まいしてしまった分とかがあって、6万ドルのストライクに引き寄せられたかと。いう形になっております。はい。あと、アメリカ大統領選挙関連で言うと、トランプが9月10日にテレビ討論会を受け入れました。で、ハリスの方も CNN のインタビューを受け入れしました。ということで、またね、大統領選関連から、まあちょっと、それぞれの候補者のね、コメントとかで、まあ金融市場がちょっと動かされるような場面があるんじゃないかとは思います。はい。昨日は株価は実は上がってるんですよ。ダウもナスダックも S&P も上がっているんですけど、まあ、チャートを見るとね、結構こう横横しているだけっていうかね、S&P500 とか見たら典型的なんですけど、昨日は陽線なんですけど、一昨日が陰線で、みたいな、ちょっと横横してるだけっていうね、状態、こういう閑散としてしまっている時はビットコインが、まあ、弱気になりやすいので下がってきたということですね。あとはまあ、ロスカット巻き込んできたっていう状態なんですけど、先にちょっとビットコイン見ておきましょうね。今ね、5万8600ドルなんですけど、まあ、ちょっとこの売られ方はね、あんまり良くはないですよね。こう一気にこう移動平均線2つも割ってきているし、ちょっとなんかサポートになりそうなのは、まあ、今の価格あたりはね、結構何回かサポートにはなってるんですけど、なんかこう全戻ししましたね。行ってこいっていう感じになってきたので、まあ、もう一回ちょっと上昇トレンドを仕切り直しになるのかなと思います。はい。ただね、まあ、8月の5日のこのね、大きな下落、4万9000ドルまで落としたところ、これを割ってくるような展開とかはまずないと思ってますので、どっかで反転できるようなイベントがあればまたね、上がってくるんじゃないかなと思いますね。ビットコイン買い増ししたい人はね、こういう場面で少し買っとくといいかなと思います。はい。4時間足レベルだと一旦売られすぎ水準ですよね。RSI が、24ですね、4時間足だと。
になっているので、こういうタイミングが来るとまた次反転しやすいと思うので、逆にあのロングとかもねやりやすい場面かなと思います。日足だと RSI 43で中立状態ですので、まあ、もうちょっと下がってきてもおかしくはないかなと思うんですけど、まあ、さっきも言ったように、まあ、その5万ドル割るとかっていう展開はまずないと思いますので、まあ、しばらくちょっと8月のねこの夏枯れ相場の間に、ちょっとビットコインがなかなか上げきれないっていう形になったのかなというふうに思います。ただまあ9月にアメリカの政策金利が利下げする予定ですので、まあ利下げしたタイミングぐらいからしっかり上がってきやすいとかっていうふうにはなるかなと思いますね。はい、あとはミームコインのトピックなんですけど、政治系ミームコインが年初来で時価総額が 667% 上昇と、アメリカ大統領選挙が影響しておりますよと。ミームコインの政治関連のやつを今ポリティファイという言い方されてます。トランプ関連のマガ、トランプとか、コンスティテューションダオ、ピーポーなど政治系ミームコインが、まあ、時価総額高くなっていますよと。でそれに比べて、柴犬とか同時コインとかね、あの昔からある、ミームコインの、時価総額はそんなに増えてませんよっていう話がありました。銘柄としてはですね、まあ、そのマガとかマガハットとかですね、スーパートランプ、トレンドトランプとかトランプ関連のものがね結構多いということになっておりますが、マガとかも実はまあちょっと僕は遊びで持ってたりするんですけど、結構ねだらだら下がってきてますので、どうだろうな、まあ、もう一回ちょっと本格的に上がるまでには、本当にアメリカ大統領選挙が本当に直前10月とかにならないとまた上がってこないのかなとは思ってますね。はい、まあ、あくまでねこういうのはマネーゲームですので、投資対象にはねあまりしないようにしてください。はい、で他のコインちょっと見ますが、イーサがね2400ドルぐらいまで下がってしまいました。はい、このボックスレンジで、ね、2100ドルから2800ドルのレンジの中で真ん中ぐらいまで下がってますが、8月5日のね、この2100ドル以下になるってことはないかなと思ってますね。はい。またビットコインが上がってくればこっちも上がってくるでしょうけど、まあ、しばらくこのボックスの中で推移しそうだなと思いますね。はい。あと XRP は 0.57 ドルぐらいも下がりました。結局この斜めに引いてあるね、レジスタンスラインは上に抜けられないっていう状態になっているので、まあしばらく厳しい展開のままなのかなと思います。はい、ソラナもねせっかく160ドル以上上げてたんですけど144ドルまで叩き落とされて、行ってこいの状態になっていますね。はい、そんなところなんですけど、ちょっと今イベント関連のことを話そうかな。今東京の、まあ、港区の方で、WebX、やってますね。ただまあ市場にはあんまり影響ないんですけど、まあ、日本サイド、まあ、特に東京では結構その今ね、Web3 関連のイベントとしてかなり盛り上がっているみたいです。僕はちょっと行かないんですけど、今日その会場の近所にある僕の母校ですね、まあ、慶応義塾大学にちょっと用があったので十何年ぶりに食堂でカツカレー食べてきました。はい、あとねバイビットがスポンサーだった大分県の別府温泉ぶっかけフェスが台風10号で中止になるってことがさっき発表されたみたいですね。行くつもりにしてた人はちょっとそれ考えて飛行機とかもねキャンセルするとか宿をキャンセルするとか、まあ、しなきゃいけないかなと思います。はい、あとまあキャンペーンとしてはバイビットいろいろやってますのでぜひメイン口座に使ってください。まあ、他の取引所のキャンペーンもね概要欄にリンク置いておきます。あとサブチャンネルの藤間大学最近結構更新してますので興味ある人はぜひ見てください。社会の話題についていろいろ僕がコメントしてるようなね動画が最近多くなっております。今日の動画を役に立ったという方はチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。また明日。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤間の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。